ントリーナンバー6、ジューン・カネコ。今の人生100点満点で何点ですか？今40点なんか、いつも自分はそのカオスの中でバランスを見つけるのがうまい方だと思ってたんですけど、リアルライフがちょっと今犠牲になってるかもしれない。僕はすごいバランスよくやってたつもり、すごい幸せでなんかうまくやってるつもりだったのが、まあ、マリちゃんが、奥さんがなんか、いや最近そういう暗いよとか、全然遊んでくれないとか、ウェスリーとはなんか全然最近遊んでないじゃんとか、いろんな自分が気づかない、あ、ただ自分が気づいてなかっただけなんだみたいな。でそれで落ち込んで今あまりハッピーじゃない。例えば今東京プロ優勝して、じゃあ休むってなった時にその感謝とか伝えたいじゃないですか。でも忙しくなるんですよ、その後も。なんか次の目標もすぐ作っちゃうんで、なんか気づいたらいつ休むのっていう聞かれ始めて、楽しくてしょうがなくて、すごい自己中心で動いてることが多いのかなと思ったり、でもそうしないと勝てない世界でもあるしみたいな。いやー、なんかその瞬間何百回も想像してて、イメージショーリング出て頭の中にあったんですけど、それを上回る以上にたくさん周りの素晴らしい選手、なんかちょっと謙遜になる、自分でいいのかなって思うのが本当に少しあるんですけど、やっぱりどうでした、あのファーストコールからの、テンションの上がり方。いやー、もうエリーといきなりで、2人が何度も入れ替わったり、こう同じポーズをつないでやったり、いやもうなんか幸せ、すごかったね。いやで初めてで、まさかこの展開、何回もしかも2人で企画をされる、やっぱりエリーは今回すごい仕上げてたんで、聞けてたんで、まあ僕もじゃあそれに絶対負けないように、仕上がりは絶対に、ま、負けられない、そこで負けたらもう終わりと思ってたんで、だからもう頑張りましたね。よかった、これでね、本当マリちゃんの、そうそう、恩返しが恩返しなのかな。ベガスに連れていかないといけない。まあでもベガス一緒に行って、ベガス本当キングガサプロと並んで、世界で大暴れしてきてほしいんだよ。いやー、よかった。いやでもこれですね、まあまたやっぱりこんなに盛り上がるんでしたら、なんかちょっと以外は3年とか開けずに1回ぐらいは日本でたいですよね。みんな、ね、見たいから生で金金を、ね、まあ、でも本当エントリーナンバー6シュン・カネコっていうのもそうだったんだけど、なんか最後金金って言った瞬間、なんか俺もなんかこう、ああ全部が終わったみたいな、さなんかそんな気になった。一つのチャプターが終わりましたね、これで。だからもう YouTuber からスタートした自分が、まず今では、まあ、日本のトップ選手、もう日本一で疑う人は、まあ、少し減ったかもしれない。ここでオリンピアでやっぱりここからが勝負なんで、本当に、まあ、ここから 2,3 年かけて毎年しっかりオリンピアクオリファイして、徐々に結果を上げていけるような選手、まさに山岸選手みたいなのレジェンド、それだけのレジェンド追いかけて、それを超える気で、今まで以上に頑張ることはできる、できるとしたらやります。まあここまでまず一区切りついたからね、まずは今日ゆっくり休んで、家族と一緒にね、ハンバーガーね、美味しいもの食べて、そして、また12月のね、ジャパンプロもあるし、確かにジャパンプロもあるし、あの会場やばいですよね、あの会場もあるし、まあ、あのオリンピアであのトッププロと並ぶわけですから、本当に今日オープニングはあのキングが悔しい映像から始まったけど、まあでも本当良かった。去年ジャパンプロじゃなくて東京プロはね、金金は、ね、残念ながら直前では決勝。ただそこもやっぱりドラマだった。やっぱりこのためにあったんだね。はい、ということで
掴んだ。もうこれで全てが帳消しだ。あれもあってよかった、一コマだったのかもしれません。ということで見事、東京プロチャンピオン、そしてオリンピア出場を決めた金金、おめでとう。